あ、どうもえ、みなさん、どうも、えー、んうもこんにちはえー、レクセニコーシーの宮口ですはーい今日は何かと言いますとね、今日はこれだあんもうこれもね長い、長いよ、ロングランな講座よね。毎年この時期になるとやるんだけど、あ、え、あ、ー、宮口さとしの論文山頃二2019やで。ほら、掃除系だ、掃除系。んこう。こんな感じ 類似やねえー、はいじゃあそれではね、あのーえー、まず特徴ですけどねはいまあ,あのチラシもあまり見る機会ないと思うんでこれ必要最低限のね型を確立します、えー、例えばどういうことかというとね、うん、まああの簡単なところでよく出るのが「訂正の請求」とあるじゃん。はい 訂正審判でもいいんだけど、訂正の請求ね、134条の2だけど、ああ、大体どういう感じで書くよ、これを書かにゃいかん場面で。そう、集客自てこうやね。えー、ほら、集客自てこう。ね、主体客体直手つき、最後に効果を書きますよ。ね、いい効果と悪い効果。ね、え、 で、あ,とはあのほらあそうやねじゃあまあなんかね、えー、やってみようか、うん、特別サービスでどれかやるよなじゃあね待ってくれうわっとああこれがいいかなこれちょっとやってみようかのよし じゃあこれはねい,いいよ、うん、こ,これちょっとネタバレしてもいいわ、うん、こういう問題が一つあたんだよ、はあ、平成16年のね、えー、も問題ね、うん、これ型を身につけるのはまあまあいいんだよね衣装法ですこれはいこうは腕時計本体に時計バンドをつけたね腕時計の衣装派につき2004年の2月20日に衣装を取るん米をしたとねドイツ語では「B」は「米だからね でオツは2004年2月10日からロニーかける時計バンド X へそして腕時計本体に X を取り付けた Y これの、ね、製造販売を開始し始めたと、ねはいはい、それでちょっとねこういうあの文章の区切りのところはねスラッシュでも入れておくといいんですよこうやってスラッシュを入れながら。あ それでね、その後、オツは B, に、えー、B の派について、あの、衣装権を取得した子からね、あの、警告を受けた。おぉ、警告パターンかと。で、それでね、いいか、特別サービスよ。ちょっともう講義みたいな感じになっとるけどね。うん、子はあの原告やろ。だから原告はね、だ大概もう、えー、っと、はい。 原告は大概これピンクで塗るんですよこうやって。あそれで、えー、のオーツはねちょっと悪いやつなんだけど、えー、まあとりあえずそのほらこれ被告パターンなんだよね被告パターンというかそのーほら大、えー、ツにもなんか反論の機会を与えてる問題ですよね。 だから鼻から負けじゃないからこういう聞き方をしてるんですよ。えー、だからこうに対して土幻な反論ができるかと。ね。X と Y の製造行為がね。うん。それでね。えこ、ー、う、まあの一生懸命侵害を一生懸命侵害するぞーって警告を受けたんですよ。えー、で、はい、こうやってちゃんと時系列が乗っちょるで で、こうが、はい、ピンキーだよ。ピンキーとキララだね。で、あの腕時計の歯ですわ。ええー。そうね、腕時計。だからちょっと腕時計の絵でもね、描いたら俺が。ああ、腕時計の。腕時計の絵ね。下手くそだけどさ。まあ、絵があると楽しいよね。こんな感じで。腕時計の。こんな感じですか。こんな感じでね。で、この辺に穴が開いてるよね。こんな感じで。 で、ここにまあ時計みたいなのがあってね。うん、こんな感じじゃねえか腕時計って。ああ。それでこれまたよ。あの時計バンドやからバンドやからまあひょろーっとしてるだけでいいのかなこれ。ひょろーっとしてる。ひょろーっとした感じで。時計バンド。ねこんな感じで。ねヘビみたいな感じだけどね。 うん、であの Y は腕時計じゃけね、腕時計の絵をこうやってねまあ適当にまあいいんですよ絵は下手くそでもうん、ね、ほらそれ分かりやすいじゃんほらああそうするとあれかとこれ完成品やねと部品だねとねつまりこれ完成品 v e r s s y は完成品 なるほどああこれ直接侵害の製品聞いちょるんやねとそしてこれ部品やろ部品部品言ってる部品だよおいでそ,それであのね警告しとるんやなとうんもう何がポイントか分かったやろそう <laughs> これはもう直接侵害がテーマになっとるんよねこれは直接侵害 ね、そしてえー、っとんなんだっけ時計バンド X の方はねこれは間接侵害が問題となっているとえー、そうですよでしかもねあの「O2」よちょっと部外話があってうーん、こ河野水害量も前からあの実施しとるんよほらああ あのこう乗せも早いねはいだからまずあ,あれはねこう諦める必要がないんだよあの時計腕時計 Y がまず否認できるかねうんあの比類じである旨の師匠ねほらちょっといいかだからまずね比類じである旨の師匠ができるんですよ、えー、そして次にあの戦勝権がある旨の師匠ができるよねそうでしょ で今度はねちょっとオレンジで塗ってみたいねちょっとオレンジいいわ時計バンドの方はうんちょっとほら関節侵害のイメージを出したいからさ、ね、こうやってあのー、ほらカラフルにやっていくっていうことを言いたいのよ俺はねで時計バンドの方はねあのー、オレンジで塗ると関節侵害の製品をねえー、検討していくよはい でえー、時計バンド X は腕時計派と、えー、物品がひるいだからねあの衣装もひるいよって、あのー、まずね直接侵害、えー、直接侵害は整理しない旨視聴しうるけどよしかし間接侵害の可能性があるんだよええー、らねええ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 え あのいわゆる飲み品じゃないので関節診療は成立しない旨、えー、主張しうるとはいそして難しいのがねその関節診にも戦勝権があるのかっていうところが難しいんですよええー、これ難しいですいいですか普通さ登録遺書と同一類似であることが条件ですよ戦勝権があることのうんでも ワイと同様ですねはい知得経路がね正当であればうんおつはこの間接心理も戦勝権、あのー、主張しうると返しますで理由はミドレンジャーですね直接より直接的な行為に戦勝権が認められないの間接的な行為に戦勝権が認められないのは不合理だからであるとおいねうんそういうことよ より悪いことをしてるのに先権でオッケーになるのによなんでその、ね、もうちょっとましな声にとどまってるのに戦生権認めないのかとそれはおかしいじゃねえかとねえということなんですよ。ねはい。でちょっと正しがきを見といておいね歯のバンドに隠る部分とそれからロ「ろ」ーテこれね うん、を比較すると止め金具は類似しているがあ,のあんまり類似してないけどね、まあ、絵が下手くそで他の部分は類似しないと。でこれね難しいんですよ、うん。要するに一部が類似してても他の部分がね類似してないから結局どっちなんだと結局あの類似なのかあ非類似なのかよくわからないと。 ええ、結局全体として類比不明なんですよこの問題。で止め金具は類似しとるけどね他の部分類似してないだからトータル的にどっちかわからないからあの場合分けなんだよね。ええ、でこうの異当該異象権の有効性を表す訴訟についてはあの触れなくてもよいというのは無効の公弁とかするなと。これ結構多いね無効の公弁するなと。ね悪か はい、向こうの主張はするなよとねいいかあこれはねこういうこと「向こう理由の検討不要と」とどうよこんな感じで詳しくやっていくぜ、うん、ねそうやろそれでね物事の考え方っていうのがあってうん ちょっともう授業みたいになっちゃうなこれ。うん。も物事にはね、あのー、順序っちゅうのがあってね、あの、均等論の問題あるじゃん。ええーあのー、ま、まず均等論いこうか、うん。均等論の問題はね、いきなり均等論にいかないですよ。うん、うん。均等論の前に、まずね、文言上一致するか。 文言一致を確かめるとうん文言一致するか否かこれをね検討する必要があるんですよ。うん、であと今度は間接侵害ね。間接侵害の問題が出た時には間接侵害の前に直接侵害に該当するか否か。 直接侵害成立するかねこれをね検討する必要あるんですよ。あるえー、だからも文言上文言に一致しないから均等論に流れるわけですよ。そうですね。だから文言上一致しないから均等論に行くんですよ。はいで あの直接侵害が成立すればそれで議論は終わるんだけど直接侵害が成立しないから間接侵害に行くんだろねそういうロジックをきちっとマスターすれば項目落ちしないんだわねええー、あと今はねその類似とか非類似とかやったけどその似てませんよというこれ否認って言うんだよねはいやってませんお前侵害しただろやってませんね否認 いや実はいや侵害してます、ね、でもあ私の言い訳できますよと「戦勝権」というものがございますとこの順番っちゅうのがあるわけですよ。わかりますね。ええー、こういう感じで、うん、これはやってないと否認っちゅうのはね。抗弁とちゅうのはあのーまあ、正当な言い訳っていうかね、えー、言い訳ですよ。 言い訳というとちょっと聞こえが悪いから正当な言い訳ね。この順番ですよ。ああそういったあの型みたいなのを、ね、あの教えていきたいということですよ。ね、うんあと反論する時もさ、まずはあの意見書で反論できるかどうか、ね。意見書で反論できるかどうかやろ。それでだ,だめやったらまあ補正やね。補正をすると。うん、補正ただやからね。 でえー、っとちょっと補正じゃ無理やなぁ拡張になるしみたいなそれではまあ分割とかも考えてみるとかねえー、こういう流れ物事のうん。ねあとこういうのもあったよね「距離通前」とかあの補正ね「距離通前」の補正はどういう要件やったかなと。あ そして、あのー、最初の距離通をくらったらどういう要件やったかねと最後の距離通の場合にはどげんかのうとねっ許の場合はどうやった許佐あのー、拒絶査定風服審判ねっ許、えー、をくらってえー、教あの百 &121 を請求とその時のほら補正の条件どうやったっけわる あこういうねうんまあこれだとほらこういうね条件として17の2の3項のみはね最初の距離通過だと17の2の3項と4項を重ねるね最後だと17の2のロイヤルストレートフラッシュはね3456だこれもそう17の2のね3456やろええ。 じゃあこれは最初あのー、あれ50乗の2を食らったらどうよね最初 &50 乗の2を食らうと実質最後やね、うん、こういう話とかまあ担当レベルでもあるんだよね。うん、実質最後扱いになるからあ17乗の2の3から6と。ねっ こういうい話、ねまあ、担当レベルやけど論文でも重要やねこれこういう問題がねあ,のあれに出てるぞで私はね過去2 3 0年全部覚えてるからどういうテーマな何年の何番がどういうテーマというねこれ平成21年の問題1やからこういう感じでねあの全部ね指示できますんでこの問題にこのタイプに強くなりたかったらこの過去問やれみたいなね えー、そんな感じではいで2時間かける12コマで論文の色派いろんなタイプあるからね例えばよあのー、あこれやね今まで皆さん担当に力入れとったやろね、あのー、担当に力入れるとね担当にしか出ないような問題からの脱却が必要になってくるんだよだからねちょっと論文ならではの感覚に慣れてくる必要があるからねそうあとはあれだよ その論文受ける人にもううってつけなんだけど、まあ、これからねちょっとあの論文勉強したいなという人にもあの型がね身につくからいいと思うよ、うん。あとね「テクニック伝授」ああこれねこれはねあの裏に書いてあるんやけどよほら去年これ的中してんだよねほら平成30年だよな三条二項の趣旨出たんだよ。 あ、出資だからミドレンジャーやね。はい、出資だからね。ミドレンジャーだわ。これあんね。はい、ということでね。えー、っとちょっと待ってね。はい。えー、あ、そう特定なんかね。使用結果、密接経験。堅調性。もういいわ。これ出たからね。もネ,ネタバレしてもうあ,、まあ、ま口述するも役に立つ。 あ特定なんか、ね、使用結果、あ密接経験、顕著性。どうよ。ああ、ねで、あとこ、これも当たってんだよ、これ。ああこれね、まあ、テニスラケットの問題だけどよ、よあのー、ほら、これぶ、部分とか部品とかね、あの完成品とかね、そういう問題出たじゃん、去年、ねああ。そういうのに強くなるための問題、衣装で出てやろう。なあ。 いそんな感じ。で、過去問分析。ああ、これね。これ、分析表があるんだよ。ああ、ちょっとだけ見,見るか。ちょっとだけならいいよ、見せても。こんな感じでね。これ、衣装法だよ、ほら。ね。これ平成8年から分析しとるけ、ほら。平成8年、平成9年。ね。すごいやろで、今に至たら、ここまでやってるのないよ。うん。 ね、それでどうするかと、うん、何が出るかとはい条約的要素に備える対策会をねあのプラスしますええ条約去年も出たよね去年何年 PLT の13条括弧2とか窓プロの救条のにポッツさんとはねええこううの出たやろだから怖いようん あの何年か前はあのトリップスのねえー、っと23条2とか24条 9, 9とかも出たぜああちょっと普通出てこいよなだそういうところあの特訓会として設けるから、うん、ほら条約これあの結構画期的やな条約の会設けるよほらねこれありがたいよね 条約の回すごくありがたいわこれ、うん。そして次は、便利士試験での的中率が高い、ああ、これ嬉しいね、司法試験、新司法試験ですよ。えー、これね、当たるんですよ、結構。うん、すごいよ、見てくれほら。過去7年のうち実に50%以上の,あの、これ嘘らなしですよ。過去7年のうち実に50%以上の、 あの確率でね中しますわえー、さらにその年に的中しなくても翌年に出題されると例えば去年出たやつが今年出るとかね。ということで平成24年から30年の過去7年分画期的ですこれは。えー、これいいですよ「少子圏の地財」ってね奥深いうんもう味わい深い奥深いこれやります第10回で。ねー そして皆さん改正とかね不安ですよね、うん、それからあの不意打ち問題まあ,あの条,条約でも不意打ち問題出るけどねそういうのをね2回分やりますええー、圧倒的な問題出るやろ、うん、そういう問題にねなんとか対処していきたいというのがあるからねうんということでもう一回あれすると復習するとね最低限の方をねこのね 主脚自転行とかね違法不変別法取りとかいろんなね型があるんですよいろんな技技のデパート前の海じゃないけどね四角のデパートレックならではのあ語呂合わせのデパートですよそうそうだから語呂テクというのは語呂合わせとテクニックやね語呂とテクニックこれの短縮系だよ語呂テクっちうのはで山手ってっちうのはやっぱりある程度ね これが出るんじゃないかというのが過去に23年ですかすごいよねある程度割り出されますえそんな感じですかええどうですか皆さんで平成30年法改正 TPP 関連えそれから審査基準改正特に衣装のなどの対策を行いえー改正の払拭を図りますとねえー そうですよさらに、えー、抽象的でモヤっとしたねもやっモヤとした問題にも対処すべく不意打ち問題ねこれにも、あのー、これの対策も行いますよ、えー、まあそんな感じでね、えー、ちょっと待ってくれよ、うん、ちょっと待ってくれ何かいい問題ないか不意打ちな問題 いいか不意打ち的な問題がねあれば見せてあげるからねあ特にねえか今のとこは、うん、そしたらねえー、っとこういうのが出たらどうするよ皆さんこういうのが出たらちょっと嫌じゃないこういううんこういうの嫌ですよね そ、うん、そうそうこういうねあの条約の過去も昔の平成13年の。で本格的な条約の問題ね、うん、ここまで大変なのは出ないと思うけどちょっと免疫力をね作っておいた方がいいよね。うん、そんな感じですわ。うん、これさ平成10年の条約の問題なんだけど。 あのー、国際すがみ認定保険これ平成29年に出たじゃんね平成29年出ましたよあだからねいつ何時こう役に立つか分からんのでねうんそういった意味ではあのー、非常にね皆さんにとってためになる講座ではないかなと思いますはいえー、ということでね であとはね、あのー、他にも売りがありましてねえー、っとあのー、はいこれはね板書なんですけど板書でですねあの特許庁からですね平成14年の過去問が出てますんでね、まあ、それを、あのー、ほら過去問だけパーッと、あのー、見たいわっていう,う人も多いと思うんでねこれを板書であの私が用意してます。 全科目問題だけだけどねうんいいじゃもう解答はなんかいろんなもう講座あるんだし問題集もあるんやしね、えー、もうその辺でとにかく問題がこうパッとねこう一覧表示的に入手できるっちゅうのがいいよねうんそうなんですよええー、それであとはね そうやねけ結構あのー、うんこう,こういうねほらちょっと見てほしいんだよほら絵もついてたりしてね分かりやすいんだよ分かりやすいようにこう解説してるんだよあとね、あのー、解説書もあの前からカバーするからいいよねほら2627回戦もやってるから六、二十七回戦もえー であのだから逆に言うとこの改正対策は平成30年に特化しますからねうんそんな感じあとはねそう皆さんがよあのた喜ぶ泣いて喜ぶぐらいの,あのなんかあがあるとすればですねそうだなちょっと待ってくれよあこれかな あ,あこういうねあのー、時系列3点セットもいろんなパターンがあるからねほらいろんなパターンについてこれを論文化して教えるから説もいろんなパターンあるからねちょっとあんまり見せるとネタバレするからねあし審判系から侵害系まで本当ねくまなくやるね うん、そうだなあとはあのあれえー、軽症例期間シリーズこれまああ,のあれじゃんまあ調べりゃいいんだよ,でよ覚えとくと、あのー、楽なものもあるからね軽症例期間聞かれることないけど多分ここまででもまあ知っとくと楽なようなね付録で付けてますからうん。 あと2手続きの総まとめみたいなのもねここにあるしほらこうやってねうんこれは結構まとめとかもあっていいですねうんこれいいですよこのね26年とかのまとめバカにできないんだよねこの実はこれ的中してるんだよこれほら見てくれこれあの平成27年のまとめまあ去年もつけてたけどねほら こ、ほら平成三十年問題1の設、えー、問にで的中しますよ。うんこれね「板書 p 十九。あ板晩書 p 二十九というのはあのー、あれですほら過去問つけてるっつったやろ。29「板書二十九これ「板書の平成三十年ねこれの板書 p 十九。 このほら公会社の従業員 X とオツ会社の Y がねほらあの一緒に共同でみたいなねまさにこの平成27年度改正のここですわねほら、まあ、ちょっと逆かこ公会社の X 社の従業員公 X と公の使い方が逆になってますよねまあ実際にここを聞いてると。 ねえ油断できないですよね。うん。この辺ですよ。はい。ということで、あんまり長く喋ってもね、もう皆さんくたびれるだけですから、ええ、この辺で終わりたいと思います。で、これ、注意点がありましてね、あのー、ちょっと赤アンダラン引っ張るとね、2019年7月31日までしか聞けませんので、あのー、ちょっと気をつけてください。お値段6万2000円で。 あのー、公平の見地からね、あのー、こういうので一切あの不安になりますけどす、あのー、ご了承いただければと思いますスマートフォンでの視聴可能になっておりますんでね、えー、一つ皆さんこの「論文山頃2019を」を、あのー、活用してですね是非論文試験突破してもらいたい、ね、もうやっぱり私の思い入れがこう詰まってる感じなんですよね。 ももうこの中の中つを口座にしていいいぐららですから、うん、それをこう,もう凝縮させた本当にこうね、えー、あのあのね宮崎で有名なねな,なんじゃこりゃ大福じゃないんだけど何でも入ってるというねそういう感じの、まあ、玉手箱みたいなねうんそんな感じでしょうかねはいじゃあ皆さんで、ね。 あのー、また実際の講義で会いましょうごきよう